さあ、世代を超えてつながる日をスローガンに今年も見事に復活を遂げました。復活住吉祭りも今回で7回目を迎えることができました。これも皆さんのおかげです。はい、今日はねステージの皆さんだけでなく会場にいらっしゃる皆さん、そしてバザーを手伝いしてくださる皆さん、みんなが今日の主役です。一緒にステージを盛り上げていってください。よろしくお願いいたします。産業小野田市の、ね、歴史に新しい1ページを一緒に築いていきましょう。ということで、本日のご案内は彼女原谷ゆかりさんと FM 三三キララパーソナリティ藤原ココがお送りいたします。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、楽しいお祭りを過ごしていただくためにいくつか皆様にお知らせとお願いがあります。さあ原谷さん、もう一度じゃあご挨拶。はい、そうですね、すいません、今回初の司会を務めさせていただきます原谷ゆかりです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ、ね、お祭りを楽しんでいただくために皆さんにお知らせとお願いがあります。はい、原谷さん、じゃあご紹介お願いします。はい、それでは、ご案内の方をさせていただきたいと思います。はい、迷子と落とし物は本部席の方にご案内をよろしくお願いいたします。はい、本部席はあちらになりますので、毎年落とし物結構多いんですよね。そうですね。お財布とかスマホとかマイナンバーカードを落とされた方もいらっしゃいますので、落とし物しちゃったとか拾っちゃったという方は本部の方に届けてくださいますと幸せます。よろしくお願いいたします。それから、はい、ゴミの分別ですね。はい、こちらはそれぞれゴミ箱を設置してありますので、はい、そちらの方に分別の方よろしくお願いいたします。はい、ゴミ箱に何のか瓶缶とか